珪藻土の機能実験その3、粉末状態の保水力を比較しよう。今回は珪藻土を使って保水機能の実験をします。粉末状の2種類を 100g ずつ容器に入れて、水を 10cc ずつ加えながら状態を観察します。最初に 10cc を入れると、 DIY 珪藻土はすぐに水を吸収しましたが、一般的な珪藻土は表面に水がたまりました。棒を使ってかき混ぜると、どちらもまだ粉末状態が残っています。10cc を追加して合計 20cc にすると、両方ともすぐに水が染み込みました。混ぜると DIY 珪藻土はまだ粉っぽく、一般的な珪藻土は全体がしっとりしてきました。合計 30cc では一般的な珪藻土は再び水がたまる部分が出てきました。混ぜると DIY 珪藻土は全体がしっとりしてきました。一般的な珪藻土は滑らかになり、施工に適した硬さになりました。合計 40cc まで入れます。 DIY 珪藻土は変わりなく水を吸い込み、一般的な珪藻土は水が上にたまりました。混ぜると DIY 珪藻土は少し固めですが、施工できる状態になりました。一般的な珪藻土はドロドロの状態になり、施工するには柔らかすぎます。最後に 50cc 目を入れます。どちらも吸収せず水が上にたまりました。これを混ぜてみると DIY 珪藻土はまだ施工できる範囲の柔らかさです。一般的な珪藻土はさらに粘度が下がり、トロトロの状態になってしまいました。この2つを容器から出してみると、一般的な珪藻土が容器を傾けただけで流れ落ちるのに対して、DIY 珪藻土は容器を傾けてもかき出さないと出てきませんでした。今回の実験で珪藻土の種類の違いによっては水分を含む量に差があることが分かりました。